ンジュルムの川名凛と田村がしおんと下板にゆきほと後藤花です。はい、前回はあのゲームをやったんですけど、はい、今回はこの4人でご飯を食べながらお話ししていきたいと思います。はい、もうこんなごちそうを用意していただいたので、うん、はい、あのこれを食べながら飲み物も飲みながらみんなでお話ししていきたいと思います。はい、ということでまず、はい、乾杯しましょう。いいね、はい、やっぱね、はい、最初は2本もいもいなんか2個持ってるけどよくないよな。よくないな。2種類用意してもらいました。たくさん飲もうね。はい、はい、じゃあ乾杯。はいはいはい、2個、はい、いただきます。はい、いや乾杯したの、はい、飲みなさいよ。うみゃうみゃ、おいしい。あ、これうみゃうみゃだ。うみゃうおいしいね。やっぱなんかピザってすごいパーティー感あるよね。はい、いただきます。もういいですか、食べても。いいよ、食べよう。いただきます。いただきます。いただきます。どう、おいしい。おいしい、おいしい、うみゃうみゃです。おいしい。うみゃうみゃ流行りなのそれ。うみゃうみゃ流行り。あのギャットギャット、うん、ちょっと似たまん。おいしいバージョン作っちゃいました。うんうん、うみゃうみゃ流行りそう、流行りそう。ミニちっちゃいや。はい、うみゃうみゃ、うみゃうみゃ、うみゃうみゃ、おいしい。うん、逆にギャットギャットってあれ神くりおさんが、神くりおさんです。あ、神くりおさんが、あれギャットって言ってて、うんうん、そっから使いました。なんかもう花ちゃんが言いすぎてて花ちゃんが作ったのそうそうそう、めっちゃ気に入っちゃって、うん、僕もなんか花菜もすごい、うん、あの、うん、言葉を、新しい言葉を教えてくれるじゃん、うん、ありがとうさん、ハエガ母さん、はい、とか、うん、なんかそういうのいっぱい教えてくれるんですけど、うん、なんか神子クリオさんもすごい神子クリオさん、うん、ワードが飛び出るんですよ。なんか2人がワードを作っていく人。え、な、何してるんですか。いやいやサプライズいらないですよ。え、どういうこと。あ、ダメです。全体ピザ食べとられちゃうんですか。ダメ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 、まだ私たちも食べ始めたばっかなんで。え、行きましょう。めっちゃなんかラフだし。じゃあお皿もどうぞ。え、このままずっと橋坂さんと、いや、食べるだけ。めっちゃ、どういう…え、これ早く食べなきゃ。え、なんかすごいことになって。いやいやいや、はい、橋坂さんが食べたことによりマルゲリータ私食べれなくなりました。じゃあもう人数分多分あったはずなんですけど売り切れ。うん、まあでもいいじゃん、明太子。そうですよね、明太子食べれるし。あ、食べますか。うん、大丈夫大丈夫。なんか、あのドアから、あの携帯が見えてたんですよ。だからなんか撮られてるな、誰かに撮られてるなって、うんうん、それは分かりました、うん、それは見ました。でもまさか入ってくるとは思わなかった。マネージャーさんかなって、なんか外から盗み撮りしてるのかなって。ピザあるよっていう。ピザあるよって何ですか。フラ食べていいよってことかな。え、今あなた食べるだけ。いやいや、フリートークして食べながら話すっていう。そうそう、動画 なんで、あのピザ取って出ててもらえたら私たちフリートークが再開できるんですけど。ピザ開始。いやいや、あのこれ使われるかわかんないんで、向こうここだけいなかったことにみたいな。あのピザを食べたからにはちょっと考えてほしいんですけど、この後、まあ、フリートークするわけじゃないですか、私たち。まあ、フリートークのお題というか、うん、なんかハロウィンでしょ。うん、ハロウィン、何の仮装してる。うん、分かりました。ハロウィンについてじゃあ話します。あの椅子は片付けていただいて。すいません。あ、じゃあ練習頑張ってきてください。すいません。頑張ってください。頑張ってください。頑張らないと思います。何連れてきてるんですか。ああ何笑ってます。せめて使えてほしいな。確かにです、ね、これ使えたらいいな。はい、はい、え、じゃあ、あのハロウィンじゃん、うん、だからどんな仮装をしたいか、うん、あ、これあるんですよね。
あるの？キョンシー、キョンシー、あー、キョンシー、え、ここのお札の？そうです、そうです、かわいい。私、オラウータンがいいです。ん？動物？待って、キョンシー、かわいいとオラウータン、どっちもよくわかんないかも。飛び方はかわいいよ、はい、移動の仕方、はい、多分そうかもしれない。あれ、ちょっと突っ込みたいんだよ、キョンシー、だって関節が曲がんないから、あの格好ってことでしょ。そうなんだ。え、違うの？あ、そういうことか、だからそういうことか、うん、でもさ、うん、さ、だって絶妙にこの足首のこのスナップじゃんで、移動してるわけじゃん、うん、確かになんかけなげだなって、可愛いなってすごい思う。あ、じゃあ可愛いって思う派だったんだ、はい、うん、確かに。で、なんでオラウータン？そう、気になる、それも気になる。え、オラウータンは、なんか私はオラウータンに煽られたことがあって、え、そっからなんかあの好きというかもう頭に浮かんでくるようになって、どこでもかしこでももう何かあったらすぐオラウータンが出てきました。衝撃的だったんだ。それでもう自分もオラウータンになりたいなって。なんでだよ。っていう感じで、うん、まあじゃあいつかやってみない。やってみます。ありますか？見たい。なんだろう、でももうシンプルお化けとかやったことないかも。なんか天使とかさ、なんかそう、猫とか魔女とかをやったことあるけど、うんうん、なんだろう、シンプルお化けってやったことないなって思って。え、超ゾンビになりたいですよね。あー、ゾンビね。だからなんかもう顔もね、わかるわかる、そういうのキズメイクしたい、キズメイク。あー、わかります。最近見たのが、あのなんだろう、二重塗りみたいなのをこうつけると、こう皮膚がそこにキュッとちょっと縮んで傷みたいになるっていうのがあって、すごい、それやったらめっちゃリアルそうだなと思って。確かに。え、なんかその、うん、なんかリアルお化けメイクしてみたみたいな、うん、のリアルお化けメイクハロウィンで出す。めっちゃクリエイター思考だ。確かに。さっきからね。そうですね、ね、いいね。え、川田さんあります？うん、なんだろう、かぼちゃになりたい、かも。え、うん、あの、うん、うん、どういう、あ、あれか、こういう顔だけかぼちゃみたいな。あ、逆で、あ、逆で、あの風船に入っちゃった人みたいな。ああ、ああいう感じで、はい、あのかぼちゃにこうやって顔だけ出して、顔だけ出して、こっちで歩いていきたい。かわいい。あ、足も出てる？うん、あ、足も出てるやつね。足は出てなくて、足は出てなくて、本当に風船に入っちゃった人のはいはい、それはわかるよ。あれで、あの、うん、頑張って、うん、あるいや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 、キョンシーと一緒やないか。全然違う。え、違います。けなげに歩くの。確かに確かに確かに。じゃあけなげコンビで行こう。いいですね。じゃあライブでできそうなやつだったら何したい？なんかさ、みんなは例えばなんか映画に出てくるキャラクターをにちょっと寄せるとか、はいはい、そういうなんかホラー映画のなんかキャラ、うんうん、か、なんかそういう感じのだったんだよね、うん、みんなね、そうそうそう、何したい？私は今年やってみたいなって思うのは、うん、フロリップ、うん、似合いそう。なんか去年買ったのよ、それを。そう、ハロウィン用にってこと？そう、だけど結局使わなかったから、それ取り出してフロリップで、なんかアイライングイーンみたいな、なんか跳ね上げとかやってみたいなって思ってるけど、なんかある？いいね。いや、もう私はオラウータンしか思ってない。でもさ、ライブでオラウータン やっちゃえばやっちゃいましょう。どうやって、うん、てかそもそもオラウータンの仮装って何？そうそうそう、いや、だから見たことないよね。なんか今話しながら、そろそろじゃあグッズ集めなきゃなとか思って。あ、着ぐるみみたいな感じ？わかんないです、何があるかも全然。え、顔をそのオラウータンの色にするみたいな。色にして、なんか装飾とか。それが無理じゃないかな。それが一番ハードル高いなんだろう。ね、でもオラウータン風ならできるかも、うん、オラウータンがまず顔が出てこない。猿みたいな、うん、猿みたいな、うん、でも楽しみにしてるね。はい、ありがとうございます。でもなんか、2つパターンとしては、うん、1つ目はその超可愛くなんかまつげ青とかピンクにして、めっちゃいい、この辺なんか星とかアイラインで描いて、あ、いい、なんかちょっとここら辺あのその口先みたいな、はいはい、したりパターンと、うん、もう1つ目はめっちゃいいと思う、うん、めっちゃいいよ。その、なんだろう、なんかそのキャラクター
いろんな映画とかの人が探して、うんうん、その人物さんを真似てみる、うん、いいなと思って、うん、素敵、どっちもいいね、かわいい、ちょっと今ワクワクしてきました、ワクワクする、うん、やりたいね、うん、でも一昨年とかはライブじゃなくて、うん、個別イベントとかでやってたから、うん、もしかしたらライブじゃなくてその直近のお仕事で、うん、ファンの皆さんに会う機会とかがあるやつだったらなんかそこでやるかもしれないし、うん、ね、全然ありね、どっちになるかわかんないけどね、またなんかやりたいなって、うん、なんかハロウィンパーティーとかはしたことある？ないんですよ、でもなんか、でも地元で遊ぶみたいな感じ、うん、うん、パーティーはしないけど、うん、近所のお友達たちで集まって、うん、なんかこういう大きななんか、かぼちゃかわかんないんですけど、大きななんか入れ物みたいなのを作って、うん、なんかその中にたくさんこういうお菓子とかが入ってて、それをみんなで叩いてって、うん、最後割っていくみたいな、楽しい、海外の、海外のやつみたいな、はい、パーンって割れて、うん、たくさんお菓子入れてきてみんなで分け合って、うん、みたいなやつはやってました。うーん、楽しそう、はい、楽しいです。あの棒で叩くやつでしょ、うん、そう、そういう行事があったってこと、うん、いや、もうただただ仲いい近所の子たちで集まって本当にやってました。楽しそう、はい、私でも一個やってみたいのが、もうピンポンって言ってトリックアートになって、待って、今言おうとしました、ね、なんかさ、やっぱ人見知りというかさ、そのご近所さんとその、うんうん、そんなにこう、何あのピンポンして、うん、あの会いに行くとかっていう中の人、おご近所さんはそんなにいなかったから、うん、お隣さんとかはいたけど、だからそういうのできなかったけど、めっちゃ憧れではあった。あ、そう、もうトリックアトリートって言ってお菓子をもらいに行くっていうのを、なんか海外でさ、はい、あるイメージで、うんうん、なんかハロウィンといえばそういうことだろうって思ってたから、いつかやりたいなって思って、ですね、やりたいですね、じゃあ私が富永さんち撮ってアポなしで撮って来る？行きます。来る？いいけど、はい、いいけど、で家上がらせてもらって、あ、それはダメです、それはダメなんで、ね、いつも断られる、あの私はいいんだけど、うん、お母さんがもう汚いからダメだよって汚くないよ汚いからいや、なんか、なんていうの、人をあげられる、あげられる、いいよ、説明してじゃあ、まあ、お菓子だけ、あの、うん、準備お願いします。ケーキとか、もし本当に来るならやるからね、はい、うん、いいよ、私も花ちゃん家に行きたい、あー、ぜひぜひいいけど、いいんだ良さそうじゃないけどはい、まあ、きっとなんとかなると思う私、あの、猫ちゃんに会いたいんだよ。あ、そうそう、確かに、確かに普通にね、ハロウィンじゃなくて、はい、普通に遊びに行きたい、猫ちゃんに会いたい、うん、来てください、行きたい、岡山も行きたいし、行きたい、ね、保育園さんずっと行ってるよね、そうです、うん、行けないって言って、ね、竹内さんも行きたいって、もう一回行きたいって言って、ね、遊んでて、そしたら全員で行きたいですけど、まあ新幹線代高いんで、普通にね、確かになんかね、うん、行ける日があったらいいなって思ったよね、うん、ね、今年も残り2ヶ月で11月の24日にはあの武道館公演も決まりまして、うん、あの初めての武道館公演の意気込みとか、うん、聞きたいなって、めっちゃ楽しみです。お、うん、いいね、もうあの楽しみなんですけど、うん、なんか2人目とはどうなのかなって分かんないんですけど、うん、今のところ、ね、うん、ツアーみたいに何日もかけてやるじゃなくて、うん、もう1日の1公演だけじゃないですか、うん、本番、でもそこに、全部を降り注がなきゃいけないっていうのが、うん、いや、まあ、毎公演そうなんですけど、他のツアーでも、うん、うわ、どうなってるんだろう、これもだって私、うん、秋ツアーの時も今できると思ってなかったですもん、もうなんか、この想像つかなかったというか、自分がステージに立ってフル参加して、うん、そのアンジュのメンバーとして踊ってるっていうことが夢だったし、その想像すらもつかなかったし、でもこうやって今できてるって考えると、か
感慨深いなみたいな。だからできるよ。ですか、ね、絶対に立ってるから。いやもう決まったんで立つは立つんですけど。そうだね。マジです。そうだね。ですけどなんか気持ちの面でですね。じゃあ。楽しみだね。でも本当にどういう形になるか、もう見渡すタイプなのか、その360度のタイプあるじゃないですか、どっちか分かんないけど、でも私は360度をやってみたいです。すごい大変だよ。いやもう絶対そうですよ。もう大変なの、ね、もう何が大変って、この武道館って景色が同じなのね。前も後ろも何を基準にしようみたいなぐらい、だから のあるあるなのはこうターンする、振り付けでターンした時にどこが前だか分かる。もうあれって本当にね。でもなんかやってみたら、なんかさ、それもいいと思う。そう、なんかやっぱどこにでもお客さんがいるから、それがすごいなんか新鮮な感じがするかも。ね、やってみたい、はい、いいね。だってなんか武道館は私はずっと憧れてて、武道館でに立ちたいなって思ってたので、こういうふうに入って5ヶ月くらいしかまだ立ってないのに、もうすぐに立たせていただくっていう、本当にありがたいし、だからこそこの機会をしっかりなんか逃さないじゃないけど、こう頑張りたいなって思ってます。チャンスを掴む。はい。なんかこれでこうアンジュルムの今の良さとかを出せるように、私ももっともっとこうダンスだったり歌だったり頑張っていきたいなっていうふうに思います。いいですね。私がすごい2人の楽しみなところはパフォーマンス以外でね。パフォーマンスはもうすごい楽しみなのよ。もう二人がどんな感じで、なんかどんな表情で立つのかはすごい楽しみなんだけど、もう一個楽しみなことがあって、最後になんかこう MC で一人ずつこう感想を言う場面っていうのが多分あると思うんだけど、そのツアーがいつもあるじゃない、ツアーでいつもやってるから、なんかそういう時になんかどんなこと喋るんだろうって。うそう、なんか確かになんかツアーは、個性出るからね。そう、ツアーすごい個性出てるじゃん、もうすでに。そう、花ちゃんはなんかもうパーってなんか思い出し、なんか出た言葉を発信してって、なんかすごいみんなを元気づけてるイメージがあるのよ。そう、パワーがすごいこう喋るごとに出てってるって感じ。やったー、届いてるって感じあるんだけど、ゆきほちゃんはなんかもうすごい、その挨拶からなんかありがとうございますのこのお辞儀からなんか雰囲気がゆきほちゃんワールドが出来上がってて、そのお客さんに投げかける時もそのふわふわ感というか、その感じがすごい素敵だなって、2人とも素敵だなって思ってたから、なんかその喋る時もどんなこと喋るんだろうってすごい楽しみだなって思う。多分全然意識してないと思う。いやそう、それでいいんだよ。それでいいの。素が出てることが一番いいから、ね、ちなみにしおんぬはいつもなんか困ってるよね。いやいや、それはキレモでしょ。でも今回のツアーはそんなになんか迷子になることはないなっていうのは自分で正直思ってるというか、まあ、考えて一応言ってるから、まああれかなって。でもすごい MC ってめっちゃ難しいんですよ、本当に。なんか前にそのシオンヌも私も MC そんなに得意じゃないというか、なんかこう考えていってもそのワードじゃないワードが勝手に出てきちゃうみたいな現象、そうそうそう、あって、だからなんか今日はありがとうございました、なんとかかんとかで、なんとかかんとかでしたっていうのを一言一句間違えずに言えるように2人で裏で練習した時があって、あったあったあって、それでも間違えるっていう。そうだから本当に大変、大変というか、喋るという方を見て皆さんのすごいって思うべきだと思います。あ、そうそうそう。でもなんか私が思うのは、なんか私が自分がその新人だった時にすごいその喋るのをなんて言ったらいいんだろうって、すごいこうパニックになりながら喋ってるみたいな感覚だったんだけど、なんか
その決めて喋ってた時よりも、うん、そのパニックで喋ってた方が、うん、なんか感情が伝えられてるなって思う時があったから、その感情で喋るのもありだなって、うん、その時の感情で喋って、うん、そのまとめられるならね言葉が、うん、ありだなって私は思うから、うん、だから2人にはだからその素をね素を出していってほしいなって思います、はい、楽しみ、うん、めっちゃ、うんうん、そうですね、なんか、うん、やっぱアンジュルムは毎年こう武道館公演させていただいてて、うんうん、なんかすごく私加入してから本当にいろんな公演というかコロナ禍を経てなんかいろんな公演の種類が増えたというか、うん、他のグループも含めてステージの形とかもそうだし、うん、なんかどんどんいろんな種類を経験していく中で、うん、なんかやっぱメンバーが変わった後のその大きな舞台っていうのはすごいなんか印象に残ると思って、やっぱり竹内さんが卒業して2人が入ってきてアンジュルムが11人になってなんかすごい雰囲気がそのガラッと変わる気がしてて、なんかだからすごいそれにワクワクするし、だからこそ2人はなんかもうはっちゃけてるけどすでに、なんて言うんだろう、なんかねすごい楽しんでくれてたら一番嬉しいなって思う、ね、そうこの2023年の秋のアンジュルムはこれだみたいな姿を見せる一番の場な気がしてるから、なんかそれがすごいその姿が楽しみだなって思うので、はい、皆さんぜひ来てください。うん、待ってますはい、はい、じゃあたくさん話してきましたけど、うん、はい、どうでした？いや、ハロウィンパーティー楽しかったですね、うん、確かにめっちゃハロウィンだ。もうメンバー全員でやりたいなって思う。確かに、うん、そしたらもう多分テーブルごとで会話がごちゃごちゃしてて、うん、もう何話してるのか多分分からなくなるよね、うん、で一瞬でピザがなくなる絶対なくなる絶対一瞬でなくなる。それも絶対楽しいよね。はい、やってみたい。もいもいはどうだった？すごくなんか、うん、でも楽しかったのはもちろんですし、うん、こうなんかその武道館に対しての気持ちも、うん、より一層頑張りたいっていう気持ちが強くなったなと思いますし、うん、あとはもう最初のゲーム、うん、っていうか、うん、1回目のゲームがすごく楽しかったので、うん、ぜひやってみてほしいですし、うん、私もこれはアンジュのメンバーみんなでやりたいなと思っています。あ、うん、いいね。もう超楽しかったですね。楽しかった、はい、ありがとうございます。いやでも本当にその2回通して2人のことめっちゃ知れたし、うん、より知れたし、うんうんうん、なんかさっきからそのなんていうの、このコメントで、うん、アンジュみんなでやりたいとか、うん、なんかそういうのを言ってくれるのがすごい嬉しくて、うん、だからなんかもっとなんかこういう機会をね増やして、うん、アンジュとみんなでやりたいなって私も思います、ね、うん、楽しかったね。はい、楽しかったね。うん、なんかすごい私たちこうやってたくさん話する機会ってあんまりないと思ってて、うん、だから本当に皆さんに知っていただけて嬉しいなって思いますし、うん、ピザがとっても美味しかったです。美味しかった、うん、はい、はい、ということで、うん、以上、うん、お話し会でした。ハロウィンパーティー、ハロウィンパーティーでした。バイバーイ。ピザレッツゴーピザ。